七不思議も解決できたし、バンバンザイってところかな。だな。おう、バンバンジーだぜ。違う。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、次は一体どこ？なんか下の方のバックのマークみたいなのなんなんやろ。え、ま、あ、びっくりした。ハテナないやんって思ったけど、なんかバックのマークに被っとるね。え、てか一個しかなくない？ハテナマーク。とりあえず、こっちの方向か。まあ、行ってみましょう。よし。いいぞ。てか、ちょっと待って。あれか、町の方に出ていかんといかんのやね。この門から。こんにちは、どうも。あれ？出ていけんやん。おい！え、出ていけんやん。あ、そっかそっかそっか。今まだ、ヒーローごっこ。今まだあれやんねん。なんやった？なんとかタイム。フリースタイルタイムやけん。ヒーローここに見参。正義は勝つ。何？悪の組織が来たぞ。悪は滅びをご戦闘になりそう。オタクな生徒。レベル2とかが、どうだ？かかってくんじゃねえよ。なんか落としたよ。テカテカ布。あ、ってことはあっち方面のは受けれんということやんね。じゃあどこ？外には今出れんってことやん。え、受けれるのなくない？なくない？ねえ、あのさ、王冠かぶっとるマークは一体なんなん？なんかこの友達マークみたいな感じのマークでさ、王冠かぶっとるやつが、なんだい？ウィーウィーマジアバテンション上がってきたわ。なあなあ、これやるよ。ウィーお、爽やかワンピースありがとう。君たち男の子じゃないんすか。チャオお、どうもどうも。なんかこっち方面、あ、この辺に、どれ誰なんだあれ下下かな、え、違うよね、上どこの誰なんすか。あ、なんかこの、んこの辺にいない。あ、これか、ランキングボードのこと。じゃああっちは、あっちにもなんか王冠マークあることない？どこやねん。方向がわからない。こっち側？こっちの中？あ、違う、外や。あ、こっちとこっち、左右にランキングボードがあるっていうことなんかな。なんか、ぽいね。ぽいね、多分。あ、ほらほら、やっぱり。あ、なんか喧嘩しよりやん。やんのか、こら。上等だ、おら。喧嘩はやめろ。てめえ、何様だ。かかってこいや。おお、そっち結託しちゃうのね。いや、なんか、給食のおばちゃんみたいなの飛んできたんやけど。かがりベリー誰、誰君。お、なんか、定位置に戻ったんやけど。定位置に戻ったんやけど、なんか。力で解決しちゃダメだよな。あ、でも、僕らは力で解決しちゃったね。ははは、確かに。ね、ハテナマークも、軽い。あの一件しか、ないんですけど、いけなくないっすか。あ、もしかして学園の中にあるとか。校舎内はほっぱちょ入りますね。校舎内にあるってことやない。マーク何もねえ。びっくりするぐらいマークねえ。こんにちは、どうも。その階その階じゃないとわからんってことかな。どうも。じゃ、ちょっと、上がっていってみますか。どうも、こんにちは。おっすおっす。あ、ハテナマークあった。ついに。ついにだよ。どこだ、どこだ、どこだ。どこなんだ。なんか、一個一個さ、あ、ここや。一個一個さ、部活の雰囲気みたいなのがあって面白いけどさ、普通の教室ってそんなにないの？何これ？なんか線がいっぱい引いてあるんやけど。何ここ？ウエスト。やあ。ルカス・ジョージ。いや、僕は映画部の部長、3年のルカス・ジョージだ。よろしく。ジョージ・ルーカスのことかな。君たちは移りたがりの友道くんという学園七不思議を知ってるかな？幽霊が移り込んでしまうってことか？
カメラを回していると、自ら映りに来る、まさに映りたがりのゾンビなんだ。ああ。ぜひ彼を撮影して、リアルなゾンビ映画を撮りたい。もちろん協力してくれるだろう。BGM とかもあれで作成しようか。映りたがりのトモミチくん。映画に映りたがるゾンビ。映りたがりのゾンビトモミチくん。何やら映画部監督はトモミチくんを撮影してリアルなゾンビ映画を作りたいらしい。カメラは止まらないでいられるんだろうか。おお、カメラを止めるな。ゾンビ映画の撮影に協力しよう。なんでそれの報酬が初めてのお料理なの？全然映画部関係ないやん。そう言うだろうと思ってね。実はもう準備はできてるんだ。撮影現場である居住エリアの各所に、うちの部員を配置しておいた。居住エリア今出ていけんくない？うん。君たちは言われた通り、ただ演じてくれればいいから。ああ。じゃあ心の準備ができたら、居住エリアに来てくれ。クエスト、映りたがりのトンミチ君の発生、調査を開始しよう。やっぱり、ゾンビに噛まれるとゾンビになっちゃうのかな？よく聞くやつね。ゾンビものの常識だよ。当然ゾンビウイルスが体内に入ると常識なのね。またろう。たとえお前がゾンビになっても、あれか、ずっと友達だ。なんで僕がゾンビになる前提？え、なにこれ、撮影部屋？え、すごい。見て、こっちなんか編集とかやってさ、こっちほら、おー、 Y チューブの撮影部屋なのね。ここすごい。ソファーとかも Y って書いてる。なるほど。もうあの空間だけで、部屋みたいな感じに見せよるわけやね。ほうほう。てか、居住エリア今行けんくないっすか？行けるんすか？あくびが止まらないからお元気して行ってくる。これで、それただ眠いだけだよね。あ、こっちの方、よっそっす。絶対追い返されちゃうよ。あ、居住エリアここから行けるんやん。熱があるとかじゃないと。あ、熱があるから保健室で見てもらう。どうも。や。お、来たか。撮影を開始しても OK かな？オッケー。映画に映りたがる。見たやつやね。あれ？報酬変わった？どうの？金屋くん人形。変わったやん。ゾンビ映画の撮影協力。え、別のミッション？映画に映りたがる、映りたがりのトンミチくんでリアルなゾンビ映画を撮影するため協力を頼まれた。別扱いなんや。監督の指示通りに演じればいいらしい。映画部と一緒に最高のゾンビ映画にしよう。え、演者になるの？マジで？ほう。うん。じゃあまずは不良生徒の格好をしているうちの部員たちと戦ってくれ。このエリアのどこかで待機してるはずさ。不良と喧嘩をしていたらゾンビが現れたという設定だ。ほう、なるほど。ゾンビメイクはしてないの。カメラは常に回ってるからかっこよく戦ってくれよ。それじゃあよろしく。シーン26、アクション。もう始まるんすか？ミッションスタート。みんなもう戦う気満々。で、どこにいるの？おー、いたいた。映画の撮影、しかも主役？主役なの？マジで？ゾンビが本当にやられたらびっくりやけど、でも、ともみちくんはゾンビなんよね。ちょっと君たちのレベルが高いんじゃないですか？ 70 近くあるやん。けいけいけい。みんな変身するのね。てイエーイ。これも撮影されてるってことやね。本当に出てきた例のゾンビってあれよね。どこ？え、あ、ともみちくん。おった、ともみちくん。ちょ、待って、ともみちくん。おー、なんか、走るのね、君。変身しよう、変身。変身イエーイ。ちょっと今変身してるから、叩かないで。はい、剣山。剣豪ベニマル、え、何、死んだ？ともみちくんいっぱいおるやん。マジでそういう感じ？固有名詞じゃなくて、ともみちくんっていう、ともみちくんっていう種族なの？ちょっと予想外すぎた、びっくり。しかもさっきのよりちょっとレベル低いやん、ともみちくん。ともみちくん。めっちゃなんか、うえーって聞こえる。ゾンビっぽい。鳴き声話し声。喋り方。トモミチくんどこ？え、おらんくね？あ、あっちになんか塊がおるね。こっちや、こっち。へい！赤き一戦シェイ！ちょっと待って、見たか。お、
今ので最後、牧場のあたりに今度は巨大なゾンビが現れた。牧場ってどこですかね。行ったことないんですけども、牧場牧場牧場、なんかこっちの方に、どれ牧場、あー、ここ牧場、おお、あったあったあった、何これ、誰、ともみちくん、これなんかキノコの頭みたい、ジャンボともみちくん、おへそからもキノコ生えとるよ、腐っとる、イエーイ、怖い、あー恐ろしいよ、助けてー、まずいわ、なになになに、撮影してる場合じゃなくない、確かに、なんで私たちが死ぬところを撮るのか、死なないけど、あ、見て見て、バキエラじゃなくてさ、モモにしたいに召喚するの可愛くない、しかも回復してくれるんよ、まあ範囲におる子だけやけど、今私思いっきり範囲からそれてる、はっ、変身が遂げてしまったんですが、トクトミオ、ちょっと待って、イエーイ、何がイエーイなのかわからんけど、早く変身した、ラララララララ、はい、あー待って、しょんぼりになった、なるほど、あの枠の中に入ったらしょんぼりになっちゃうのね、そう、何みんなさっきからドヨンとなっとんかと思ったら、変身オッケー、こここそ変身しなければね、さっきまでのミニトモミチくんたちは別にいいとして、はい、剣豪ベニマルケンターン、うん、イエーイ、よしよしよし、テイクテイラー、ちょっとしょんぼりになった赤き一戦、しょんぼりになった剣かな、ちょっとなんか攻撃力落ちた気がするけど、うい、あぶね、準備してしてしてし、え、どこどこどこ、え、あっち、なに、どこで戦ってるのみんな、これかい、お、いたいたいた、赤き一戦、もうちょいでいけそう、ふっ、けい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 、元気が出るだけ、ちょっとやめてやめてやめて、けい、待って怖い、赤き一戦、見えないんですけど真上を電車が通っていってる、イエーイ、ミッションクリアー、で、ちょっといろいろ拾いたい、お前はもう死んでいる北斗の剣、まあね、ゾンビやけんね、ルカッサーに合流しましょう、イエーイ、銅の金薬運人形ゲット、なんかあいつもグッとしてないいやー、協力ありがとう、これで撮影クランクアップだ、何？なんか普通にちっちゃい方のトミミチくんそこにおるけど大丈夫な？お疲れ様でした。え、なんか、なんか、何？君、トモミチくんでしょ？って、ゾンビが普通に参加してるし。うん。驚かせてごめん。別に邪魔するつもりはなかったんだ。ちょっと。喋れ、いや、喋れんのかーい。ねえ。君はトモミチくんだよね。うん。ああ、そうだよ。なあ。どうして胃がん出たがるんだ？何？25年前、僕はこの学園で、幼馴染のあっちゃんと映画部に所属していた。そんな前なんやね、君、死んだの。映画部ではあっちゃんは監督に、僕は俳優になって夢中で映画を作ってたよ。でも僕は役者には向いてなくてさ、ずっと撮影ばかりやってたんだ。だけど卒業制作のゾンビ映画で、あっちゃんが僕を主役にしてくれてね。ただ、演技に熱が入りすぎたのかな。屋上のシーンで足を滑らせて、そのまま。へへ、つらい。いいな、僕のせいで、あっちゃんとの夢の映画は台無しに。そうか。志半ばで。さぞ辛かったろうね。そんな。未完成の映画への思いが強すぎて、自分からゾンビになっちゃったんだね。ん？あっちゃんというあだ名。それに、25年前の幻のゾンビ映画。もしかしてそのあっちゃんというのは、黒沢明夫監督のことかい？へへ、黒沢明のことかな。あっちゃんを知ってるの？あの世界の黒沢監督？あ、誰だそれ？
仁平くん知らないの？グロテスクな映画を撮らせたら世界一という超有名な監督だよ。あ、有名なってこと自体は、ともみちくんは知らないのか。なるほど。そういうことなら、ともみちくんの夢を叶えられるかもしれない。え？いや。実は今日クランクアップした映画は、君たちの映画を元にしてるんだ。黒沢監督の唯一の未完成作品を、僕たちの手で蘇らせたくてね。お、本当に？ああ。以前監督にファンレターを送ったら、ありがたいことに返事をもらえてね。後輩が撮った映画なら、ぜひ見てみたいと言ってくれたんだ。世界の黒沢なのに、凄すぎる。だからこの映画が完成した暁には、必ず黒沢監督に届けると約束するよ。二人の夢はまだ終わってはいなかったってことだね。見てわかるんかな？見た目変わってない？僕とあっちゃんの夢が、こんなに嬉しいことはないよ。これで安心して旅立てる。みんなありがとう。で、またメダルになるんやろ？本当に、ありがとう。は、旅立っていく。てか君たちはゾンビと話していることに違和感は何もないのかい？よし、そうと決まれば行動あるのみだ。徹夜で編集終わらせるぞ。ねえ、なんかすごい爽やかにゾンビと話しよったけど。君たちにも本当に感謝しているよ。これよかったら受け取ってくれないかな。お？映画部の求人ボードを手に入れた。持っている生徒カードをセットしよう。おお、映画部、やったね。いい映画になりそうだね。うんうん。黒沢監督の原点だもん。きっと素晴らしい作品になるよ。ああ。ってことは、ストーリーとかは、黒沢監督のってこと？七不思議も解決できたし、バンバンザイってところかな。だな。おう、バンバンジーだぜ。違う。いや。バンバンザイだってば。食べ物になってしまった。そういえば最近バンバンジー食べてないな。前までよく食べよったけど。お、ほら来たよ。Y メダル、移りたがりのともみちくんを手に入れた。ともみちくん、メダルでの姿怖くね？普通の方が可愛かったよ。なんであんなグロくなったの？クエスト、移りたがりのともみちくん、バッチリ解決。イエーイ、初めてのお料理一貫ゲット。ん？なんだ？誰やったっけ？薄見沢。YSP クラブの皆さんの奮闘、見応え満点でございますね。お、評価してくれる？高評価ありがとう。私が増幅させた音量の力は、皆さんを苦しめることになる。敵側なの？マジで？これからの皆さんにどのような影響を与えるのでしょうか。ほら、妖怪ウォッチではウィスパーの案件確実に味方側やろ、薄見沢先生。よくないわ、そういうの。くれぐれも倒されたりしないよう、頑張っていただきたいものです。何回も倒されとるよ。天使みたいな姿になっとるけど。私は、あなたたちに期待しているのですから。何なの？どういう立場なの？謎。もうこんなに時間が経っちゃった。なぜこのタイミングでトイレに行こうなんだ。ちょっと休憩するか。目とか疲れただろ。トイレも我慢してるんだ。その目が疲れたというのはこのプレイヤー側に対しての言葉だろうか。絶対条件だ。そういうことではなく、今挨拶してくれてなかった？気のせいですか？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、今、どれぐらい？半分ぐらいはもう終わったんかな？学園七不思議。多分、わからんけど。まあでも残りも解決頑張ろう。